業界情報をタイムリー、手軽、楽しく学べるエネチャンネルはい、みなさんこんにちは。カトシンです。アシスタントの原夏子です。応用編の第二回、電気ってどう取引されるの小売電気事業者の事業の仕組みパート2です。こちらの資料は、前回の最後に紹介した小売電気事業の全体像です。 今回はこのそれぞれの立場について詳しく見ていきましょう。はい。ではまずは電力の調達からいきましょう。電力の調達。目的。お客様に販売するために必要な電力を確保すること。取引相手。発電事業者。他の小売電機事業者は相対取引。電力取引所は取引所取引。 方法。必要な量を計算し、契約先に計画を提出。足りない分は取引所取引を活用。単位、期間。電気は30分単位で取引されるため、最小は30分。相対契約は1ヶ月から数年単位で契約を締結。調達方法の電力量を計算する需要想定について、 とはどういうことでしょうか？解説をお願いします。はい。電力会社は自社のお客様の電力需要。つまり、お客様が使う電力量を30分ごとに想定し、それにその量に見合う量を相対契約先から仕入れたり、足りない分は市場から仕入れて調整します。ちょうどパズルのピースを埋めていくような作業なので、パズルが得意な方は向いているかもしれません。はい、また取引単位と期間について補足すると、電気は30分単位で取引されます。 これは重要なので覚えておいてください。契約自体は1年間の取引分を調達することになります。次に送電網の利用。目的。電気をお客様に物理的に届ける送配電事業者の設備維持。運用コストを公平に負担するため。取引相手。一般送配電事業者。方法。接続供給契約。 通称、濁送契約を締結し、利用した電力用に応じてコストを支払い。単位、期間。基本は1年間。基本編では、送配電事業者が安定供給のために様々な設備を管理し、日々の安定供給を守っていたことを学びましたが、加藤新先生、説明をお願いします。はい 取引相手については、地域の電力供給を支えるエリアごとにある10の一般送配電事業者になります。取引方法については、一般送配電事業者に送電線や変電設備などの設備を利用して電気を送るための託送契約という契約を締結し、仕入れた電気をお客様に届けるためにかかった費用は、小売電気事業者が負担することになるんです。これを託送料金と言い,い、 この料金は国から認可されておりますので、どの小売電気事業者も等しく負担することになるんですよ。はい。そして、受給運用。目的。電気は仕入れた販売の量を30分単位で合わせないといけないため。実施者。小売電気事業者の受給運用担当部署。方法。販売量、需要を予測し、仕入れ量。 供給を計算し計画をオクトに提出単位期間30分ごと毎日になりますはい補足しますね仕入れた電気とお客様に販売する電気を30分単位で一致させることを同時同量と言います、はい、これは電気は貯めることができない性質であるので使う分と仕入れる量を必ず合わせるという考え方に基づいています 氷電気事業者として同時同量を維持することは非常に大切な業務になります小さな事業者などはリソースやノウハウが乏しいため大手の電気事業者にこの業務を委託して代行してもらうケースもありますまた計画と実質的に差異が生じてしまった場合電気は止まることなく一般送配電事業者が過不足なく調整してくれますこの過不足の調整分をインバランスと言って別途料金が発生するんですよ 小売電気事業者はコストアップ要因にもなりますので、この同時同量の予測精度を高めることが非常に重要な意味を持つことになります。最後に、販売、サービス提供。目的。仕入れた電気をお客様に販売し、収益を上げるため。取引相手。電気を利用する企業、団体、家庭。方法。料金プランを提示。 営業、説明し、しし合意した後、申し込み、契約締結、契約後は利用した量に応じ電気料金を請求・回収単位期間1年間が多いということですが単位は1年という決まりはないのでしょうかはい。契約期間はいろいろと事業者によって異なりますので決まりはありませんが基本的に1年間が多いです。はい。 事業者によっては複数年契約で提供しているところもあります。自由に設定できますが、きちんとお客様への説明が必要ですよ。最後のところで販売の話が出てきましたが、その具体的な方法についてご紹介します。販売形態。大きく分けて、直接販売、代理販売の2つがある。どちらの場合もお客様への説明、書面交付義務あり。はい、そうですね。 直接販売は読んで字のごとく、小売電機事業者が直接お客様に営業し、契約を取り、サービスを提供するものです。一方、代理販売は、間に代理店を設けて営業活動の協力をしてもらうものです。この代理の形態には、法律用語なので難しいですが、媒介、取り次ぎ、代理の3つの種類があり、それぞれの行為の内容によって分けられています。共通していることは、営業の際にお客様への説明、 書面交付の義務があるということですこれを忘れると最悪監視等委員会から業務改善勧告を受けるケースがありますので注意が必要ですよはい。特に代理店を抱えている小売店技事業者は代理店への教育も忘れてはいけません最近家電を買いに行ったら電気の勧誘を受けたんですがこれは家電量販店が代理店になっているということでしょうかはい家電量販店が代理店になっているケースもありますねはい。 あとは例えば携帯電話のショップだとかガス機器の点検修理する会社だとか不動産業者など多くの代理店がいます。取引経緯は何であれお客様への説明責任はあるので、後々トラブルにならないようしっかり話を聞いて理解してから契約することが重要なんですよ。はい、わかりました。サービスブランド、料金プラン名の事例。各社独自のサービスブランドやメニューでサービスを提供し。 親しみやすさや分かりやすさを訴求しています。そうですね。売るときにも工夫が必要です。はい、会社名そのものがブランド価値を持っていればそれでよいのですが、そうでない場合もあります。本業のビジネスと電力ビジネスが異なっていると、利用者にうまく訴求することができないんですよね。よって、サービスブランドをつける会社が多く見られます。例えば、JXTG エネルギーという会社があります。 この会社のサービスブランドはエネオス電気です。はい、そうですね。あの Eneos が電気を売っているということはすぐにわかりますよね。料金プランも独自の名前を付けている会社が多いです。旅行代理店で有名な HIS という会社がありますが、こちらはユニークなプランを付けていますよ。例えば、ママトクプランだと、ウルトラプランといったものです。ただし、先ほど言った代理販売の場合は、電気の契約は委託者と小売、えー、電企業者とお客様との間になりますので、注意が必要です。 例えば、小売電機事業者である加藤電機が代理店である原商店に販売を委託した場合、原商店はなっちゃん電機というネーミングで販売してもいいことになっています。ただし、説明書類では、電力の契約は加藤電機が行うことを明記しとかないといけないです。はい。これはそうですね、ネーミングによってイメージもね、全然変わりますから、センスが問われますね。はい。で、もし電力の営業や契約後にトラブルとなってしまった場合、どうしたらよいいか。はか、い。 これは先ほど紹介した監視等委員会に相談窓口が設置されています。こちらに一方入れると事業者に対して確認をしてくれますので、困った時には相談してみましょう。はい。この情報は親や友達にも教えてあげないといけないですね。はい、皆さんも事前にしっかりと話を聞いて、納得した上で契約するようにしましょう。それでは応用編第2回のポイントです。 パート1、2、まとめてチェックしましょう。1、電力小売は全面自由化され誰もが事業者を選べる時代へ。2、小売電気事業を行うには登録が必要。かつ、電磁法やガイドラインで規定されたルールを遵守する必要がある。3、事業を行うには様々な関係者との取引や契約が必要でした。 第2回では、小売電気事業者の事業の仕組みについて学んできましたが、皆さんいかがだったでしょうか一度でわからなかったところは、この動画を繰り返し見て理解を深めましょう。はい、そうですね。次回は、皆さんが電気を購入する先、小売電気事業者の事業について見ていくことにします。次回のテーマ、新参者にもチャンスを、旧一般電気事業者の自主的取り組みについてです。 それではまた次回お会いしましょう。